今日はパレットアートライブの10周年のイベントです。はい、まず3つコンテンツがあって、ここシーサイドスタジオ仮想すぐ左側はね海なんですけど、これ越えると海 でここのギャラリーを借りて別注の商品を展示と販売します。その後後ろ赤レンガ倉庫があるんですけど、この赤レンガ倉庫でライブ、レゴアパートメント、ドクターペイ、リルソフトテニス、エイジー、あと友人のケイジローに DJ してもらって一日遊びます。さらにアフターパーティーでアメ村サンホールに戻って友達たちとかデザイナーさんにお願いして DJ イベントの3部構成です。楽しんでいきましょう。行きましょう。はい、なあ、今日は朝まで？朝までですよ。楽しみましょう。よろしくお願いします。今日 DJ 回すねんな。はい、ケイジローと申します。10周年も行ってたもんな、パレット。いや、そうっすね。高2の時からやっぱお世話になってるんで、こうやってね一緒に関われることできるんで、ほんまに楽しみです。確かにな、お客さんじゃなくて今回 DJ としてやもんな。そうなんですよ。それ最高やな。感謝の気持ちを込めて今日曲かけたいです。期待します。Let's go!